ははいそれではこちらの方では21番 LINE アット登録すると使えるフリー w i f i の発表に移ってまいりますで先ほどからツイッターのアナウンスしておりますが、えー、会場が寒いってアナウンス t w ツイッターがありましたのでさっきちょっと気温を上げておりますツイッターの確認しておりますので何かありましたらハッシュタグで、えー、いろいろと出していただけると幸いです準備よろしければ始めていきたいと思いますがいかがでしょうか。発表者の方が見えない あ OK、ですねは、いでは21番「LINE アット」登録すると使えるフリー w i フ f i の発表です。皆さん拍手でお願いしますこの中で外出先のカフェなのでフリー w i フ f i を利用したことがあるという方どのくらいいますかありがとうございますではフリー w i フ f i を利用しようと思ったことがあるんだけどメールアドレスの入力が面倒くさいとか手続きが煩わしいと一度でも感じたことがあるという方はどのくらいいますか あありりがとうございまます。ありますよね。私もあの空港なんかでよくあの感じたりします。ではもしもですねカフェやホテル、えー、ファーストフード店や駅構内、えー、空港などで LINE、えー、アットアカウントと,と、えー、友達追加するだけでね、えー、フリー w i f i に接続することができたら便利だなと思う方どのくらいいますかありがとうございます。 実はですね、えー、今日今から私が、えー、ご案内するこのサービスを導入すれば LINE ア,ア,、えー、アットアカウントで友達を追加するだけで、えー、セキュリティに配慮した、えー、フリー w i フ f i に接続することが実現可能となるんです申し遅れました私ソーシャルデータバンク株式会社の中塚と申します本日は、えー、代表の伊藤がですねエンジニアを採用しにボストンへ出張中のため急遽僕が、えー、臨時で対応することになりましたどうぞよろしくお願いします ありがとうございますで、えー、皆さんには実際にこの、えー、フリーワイファイ、えー、ごめんなさい、えー、LINE アットに登録するだけで使えるフリーワイファイをね今から体験していただきたいと思っておりますなので、えー、私の話を聞きながらですね、えー、手元にはスマホをご用意して、えー、耳を傾けていただければなと思います、えー、少しおさらいになるんですがこ,のこれユーザーのメリットとしましては 煩わしいですね、えー、パスワードの入力やメールアドレスの入力なくタップをしていくだけで LINE アットと友達になることができるんですねではですね実際に今この会場に電波を飛ばしていますので、えー、スマホでですねこちらの電波ちょっとあの接続してもらってもよろしいですかはい 記事、えー、によってはですねちょっとあの立ち上がりが遅かったりするんですが接続してもらいますとブラウザーが立ち上がってきます、えー、そして、えー、緑色のログインのボタンを押してもらってその後 LINE が自動的に立ち上がってきます、えー、そして、えー、同意ボタンを押してもらうと LINE アットのね皆さん見慣,れ見慣れてると思うんですが友達追加ボタンが、えー、出てきますのでそれをタップしてもらいますと、えー、フリー w i フ f i に接続することが可能となります ちょっとあの眩しくて皆さんの顔全然見えないんですけどあもう繋がったよって方はどのくらいいますかパスワードあついてるのとついてないのがあるみたいですね <laughs> はいあちょっとあのセキュリティの関係でちょっと立ち上がりが遅かったりするかもしれないんですけれども はいえー、とこの WeFe、えー、フ,フリーインターネット、一番上に出てきているものですね、それ、あのー、ぜひ、えー、接続してもらいたいなと思います。でもしですね、えー、接続、今、できなかったという方は、ですね、えー、このあとで懇親会の時であったりとか、またあの控え室もまだ使えるみたいなので、そこで、あのー、動画も用意しておりますので、あのー、ぜひ、えー、ご体感していただければなと思います。 ではもう一つですね店舗側のメリットについてもお話ししていきます、えー、店舗側はですねこの Wi-Fi 経由で、えー、ゲットしたねお客様の情報を活用してですねお客様に、えー、コミュニケーションをね取るということが実現可能となります、えー、つまり Wi-Fi に、えー、接続してもらうことだけで、えー 友達という名のですね顧客リストをどんどん集めることが可能になるんですね。こういったものを構築することができることで今ではですね簡単にあの友達を追加していくことが可能となります。はいではですね、ここからちょっと私の話のまとめなんですけれども、今日皆さんに持って帰ってもらいたいのはもうこれだけです。お店の で新しい反則の形えこれは、えー、フリー Wi-Fi ですね Wi-Fi につなげてもらうだけで友達、えー、ごめんなさい友達登録してもらうだけで Wi-Fi を使うことができるようになるということですね、えー、以上となりますどうもありがとうございましたはいありがとうございましたそれでは審査員の方から質疑を受けたまりたいと思いますがいかがでしょうかどうでしょうじゃあ増井さんお願いします えっと、今、こつながらなかったんですが、はい、実際、何人ぐらいまで同時に使えるもんなんでしょうあ,ありがとうございます。はい、すみませんあの、えっと、アマランスの安川と申しますが、はい、今日はあは急遽あの L T を LT をバックホールにしているのでかなり今、LT が入りが悪くてとで弊社の主力機種ですと、まあ、100から200ぐらいはつ,つながりますというところです、ねはい、結構、中規模ぐらいのお店までは1台で行けるような感じなんですねあそうです、ね、はい でこれラインアットのアカウントってお店ごとに変えられる自社のやつを使えるんですねわ、はい、かりましたありがとうございますはい、はい、ありがとうございます他にはいかがでしょうかじゃあイサゴさんお願いしてもいいですかはい LINE ブートアワードに応募するということで LINE、はい、ログインを対応していただいたと思うんですけど、はい、これそもそも LINE 用に開発されたのか、はい、あるいはそれ以外のソーシャルログインにももともと対応していて、はい、でそれを LINE 用にカスタマイズされたのかその辺の開発の経緯とか,、はい、なんか動機とかあその辺りをもともと通信系におりましてあのシウム線 n 含めてあのちょっと得意分野でありましたので,で、まあ、LINE 以外の、えー、SNS とか。 えー、チャこれ、<で>今回は、はい、あのな,なんていうんですかこう、えー、マーケティング要素みたいな感じでお話いただいてますけど、えっと、基本的にフェイスブックをはじめあの、えっとまあ、メールアドレスとか、えっと、ショートメッセージでログインするような仕組みは持っているんですけれども、それ基本的にはちょっとあの例えば、フリー w i f i 経由で爆破予告がされた、そのトラッキング用ですね、なのでログを警察に提出する必要がありますので、そのために開発は基本的にはしておりますと。 対象としてはまあ大企業かえと自治体さん、交通系さんがえメインだったんですけれども、今回、もう少しあのえとお店にも置いてもらいたい、お店の,その通信のセキュリティレベルをやっぱもう一段階上げたいっていう <laughs> あの必要がありますので、今回、ちょっとあのえお店のユーザーさんにもお店の店舗側にもあのメリットのある形でえ仕立て仕立てで今回に臨んでおりますもともとセキュリティ用途であの開発されてたものを、もうちょっとこう柔らかい方面に持ってきたみたいな,な。そう,いう,そうです、ね はいは、背景っていう感じですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。じゃ、増田さん、お願いします。これ、まあ、もう完成されている。ビジネスだと思いますし。サービスだと思うんですが。はい。例えば。ライン社にしてほしいこととかありますか。えっと、まあ、そうですね。ちょっと申し訳ないか。完成してるっていうのは確かに、あの。そうなんですけれども。えっと、してほしい。 なるほどあのちょっとでやはりあの通信寄りなのでやっぱりそのユーザーさんにまあインターネットのまだ抜けてない状態でまあポータルを立ち上げるわけですねあのちょっとあの今回バックホールが弱くて上がらなかったと思うんですけどもでそのためにちょっと特別なやはり API であるとかえっと例えば LINE ログインのえっとドメイン名に紐づく IP アドレスをやっぱりちょっと教えていただいてそこだけを確実に穴開けするとかっていうそういうところがあのえっとまあ えー、まあ開示をしていただきたいなとかっていうところはありますね。はい。あともう一つなんですけど、あの伊佐子の質問と同じになっちゃうんですけど、これ LINE だからっていう何か理由ありますか？特徴とか、<あ> LINE だから実現できることとか。あ、えっとそうですね。えっと弊社の Facebook、Twi Google プラスカカオトーク不コンタクトリンクトイン、まあ、10種類ぐらいの SNS は全部網羅しては,しはいるんですけれどもやはりあの日本の企業さん店舗さんはですねななかなかこう、えっと、インスタを導入してもなかなか更新ができなかったりですねあの双方向のコミュニケーションというところで、えーまあ、インバウンドにはすごくいいんですけれども、まあ、ID を集めるという意味だと、まあ、その活用がその後の活用ができない。 例えばあのリピートしていただくとかっていう活用が全くできてない中でえっと SNS の、えー、まあ広報の予算をそこに入れてもやっぱりあのー、継続しないような取り組みになってしまうというところでこれはもうちょっとラインを深掘りした形で、えー、開発を進めていきたいなと思っておりますはいありがとうございましたはいありがとうございます他にはよろしいですかでは以上で終了となりますありがとうございました。